皆さん、こんにちは。日本人、兵庫県民、神戸市民の淡井圭介です。本日、2023年11月の16日、14時5分、サッカー日本代表の皆さん、本日の試合、しっかりと、勝ちに行きましょう。私の方も、試合終わるまで、遊びませんし、まあ、ホームページは淡井圭介演劇の一番を見ていただいたら、まあ、今日一日どういうふうな活動をしていたかとか、まあ、そういったことは、分かるかと思います。で、まあ、これは証拠みたいなものですね。で、まあ、試合中はテレビを見て、まあ、頭の中を貸したりだとか、まあ、そのサッカー特有の勝ちに行き方だとか、そういったところを、まあ、使用して、しっかりと勝ちに行きたいと思います。世界のルールは法律、まあ、一応言葉の組み上げを、今作っています。ただまあ私の頭の中を貸したりするのは私の権利ですから、私の任意性によるものになると、まあ、こういうことですね。まあ、他にも、正当防衛等で自分の身を守る方法などがあるかと思いますけども、まあ、そういうふうなところも駆使して、喋る声、頭の中、心の声、これらを利用して、対応したいなと思っています。あとは天の神様への、安全のお祈り、しっかりとしておきますので、まあ、その辺のところは対応しておきます。以上です。皆さん、しっかりと今日勝ちに行きましょう。ご清聴ありがとうございました。